ある曲のイントロ最初の部分を演奏しますので、お分かりになった方はお手を挙げて大きな声で答えてください。超難問ウルトラスペシャルスーパー曲当てクイズ、どうぞ。これです。さすがにね、これでは少し伸ばしましょう、ね、ウルトラスペシャルスーパー曲当てクイズ、どうぞ。どうでしょう、もう少し伸ばしますか。ないですね、はい、スーパースペシャルイントロクイズ、いらっしゃいましたね。たくさんいらっしゃいますが、代表としてどうぞ大きなお声で、はい、正解です。拍手よかったありがとうございます。僕もトラちゃん大好き、ね、え今放送しますよね、少年トラジロー。シークポップも見てるの。うん、そうですか。じゃあ曲をちょっと聴いてみましょうか、はい。今年で50周年を迎える映画男はつらいよ、年末に約22年ぶりに新作映画が公開されるそうですが、主演は変わらず渥美清さん演じる寅さん、これまでの映像を最新技術を駆使してどんな風に描かれているのかとても楽しみですね。男はつらいよ。トラさんの英語にはこれぞ日本という美しい風景とお隣さんとの関わり、家族との会話の大切さが描かれていますね。映画って本当にいいですね。懐かしいフレーズですけども、第2問です。超ウルトラスペシャルスーパー曲当てクイズ、どうぞ。わかんない。わかんないよね。本当にいませんか。伸ばしますよ、ウルトラスペシャルスーパー曲当てクイズ、どうぞ。首をかしげてらっしゃる方がいますが、少し伸ばしましょうか。スペシャルスーパー曲当てクイズ、どうぞ。あ、どうでしょう。あ、手が上がりましたね、はい、大きい声で答えをお願いします。世界に一つだけの花、正解です。拍手僕も嵐大好き。嵐じゃなくてスマップなんだけどねまあいいか、お願いします。この曲の歌詞は、一つ一つ違う花がそれぞれに一生懸命咲いていることを語っています。平成の名曲、
世界に一つだけの花。世界に一つだけの花でした。曲あってイントロクイズでした。ありがとうございました。シンポックもお疲れ様。